んにちは。健康と美容を届けるオフィスマユミのあやちゃんです。イエーイ。はい、ということでですね、はい、今日は夏バテとかですね、夏の健康管理、体調管理についてお話しさせていただきたいと思います。この動画良かったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。全国健康保険協会さん、はい、が出しているですね、夏バテしない生活習慣をっていうことがですね出てきましたので、今日はこちらをねちょっと皆さんにもお伝えしながら、読みながらお伝えできたらなと思います。はい、ということでやっぱりね、暑い季節になったので気になる夏バテなんですが、まあ、原因はもう一つは、ここに書いてあるのは高温多湿が夏バテを招くということ、はい、高温多湿、日本の、ね、夏は高温で湿度が高いということでですね、はい、それがまあ夏バテを招く原因ですよということですね。最近夏の初めから30度を超える暑さが続くことに加えて、高い湿度のために汗が気化しにくいことで体温調節が働きにくい状況になることが増えているそうです。はい、でそのため体力が低下したり、食欲不振などの不調を感じたり、いわゆる夏バテの症状が出てくるということが原因の一つで、もう一つは自律神経の乱れによる夏バテということで、室内はこう冷房入ってるけど屋外は暑くてこう温度差が激しいので、室内と屋外の温度差で自律神経の調節機能が乱れやすくなる。でそのためにこう夏バテを、ね、起こしてしまう、この2つの、ね、原因が書かれてました。で皆さんね、ここから気になるのは、じゃあどうしたらいいのっていうことだと思うんですね。はい、夏バテねしないためにはどういう生活習慣を身につけたらいいのっていうことなんですが、一つ目は疲れを残さない、睡眠法ということで、夏に適した生活リズムを持つということでですね、やっぱりしっかり寝るということと、あとですね、書かれているのがなんか、ね、夏って寝て起きた時にだるさを感じたりするじゃないですか。ということで、ここに書かれているのが、起床時のだるさを防ぐためにも睡眠時の冷房は冷やしすぎないようにしましょうって書いてあってですね、だいたい28度ぐらいがおすすめです、適温ですよっていうふうにね書いてます。なのであんまりねお部屋冷やしすぎずに、でやっぱね冷やしてないと、ね、寝てる時でもね結構最近夏バテとか熱中症とかねなったりする方多いので、冷房をねつけることは大事だと思うんですけど、冷やしすぎない、寝てる時は冷やしすぎないということも大事だそうです。はい、そして夏に負けない体づくりということで、まず運動でね汗をかく習慣がすごくいいそうです。はい、で中におすすめなの書いてあってですね、毎日決まった時間に就寝、寝てですね、早起きした朝にウォーキングをするのがぴったりです。なので朝のね涼しいうちっていうことですね、体力もつきますし、朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、生活リズムが維持できますっていうことですね。すごいですね、やっぱ朝日をね浴びて体内時計をリセットして、はい、適度にね汗をかくっていうのがすごい大事だそうです。はい、でもう一つが、必要な栄養補給で体力をつける、ね、歩くっていうね自分でできることをやるのと、もちろん体は栄養で作られてますので、必要な栄養補給で体力をつけるということで、やっぱりね夏バテの一因は食欲が落ちることっていうふうに書かれてます。で食欲を増進させるメニューを選び、十分な栄養補給をすることが重要ですということで、食欲増進のために生姜ですね、生姜や大葉などの、香味野菜の活用がおすすめです。カレーなど香辛料を効かせた料理も食欲を増進してくれるので、夏バテ防止に効果的ですということで、確かに夏はねカレー食べたくなりますね。はい、はい、でもう一つが、暑さのために冷たい飲み物、皆さん飲んでないですか、冷たい飲み物や食べ物を選びがちですが、胃腸を弱めてしまうこともあるため体力ダウンにつながります。夏こそ温かい食事をとり、冷たいものばかりではなく常温や温かい飲み物も飲むようにして胃腸を守りましょうということですね。高温多湿の日本の夏を避けて通ることはできません。自分に合った夏バテ解消法を取り入れて夏を楽しみましょうというふうにねここ書いてくれてるんですけど、夏温活っていう言葉があったりしますけど、温活って冬の寒い時に
やるだけではなくって、私これ読んで思ったのが、やっぱり夏も温活って必要なんだなって思いました。やっぱり冷たい飲み物、食べ物、私もね、あのアイスが好きなんでアイス食べたりかき氷食べたりしてるんで心当たりがすごくあってですね、でそれでやっぱ胃腸をね冷やしてしまうと体力ダウンにつながりますよっていうことを書いてあって、やっぱ夏こそ温かい飲み物、食べ物して食べて体をね温めることがねすごいね必要だよっていうことを書いてて、本当にその通りだなっていうことをね、これをね読んで実感したので皆さんにもお伝えしたくて今日は動画を撮ってるんですが、はい、で、じゃあねマルカンのサプリメントで何がいいのっていうねご質問結構いただくんですけど、今言ってた生姜とかも入ってますし、揮発とかも入ってますし、フラクトオリゴ糖なんかも入ってるんですけど、あと酪酸菌とかね、腸にいいようなものも入ってるんですけど、このビヨン活、はい、夏もねぜひぜひ体を温めるためにこのビヨン活っていうのはすごくおすすめです。で、あの粒タイプになってますので、あの飲みやすいかなと思います。はい、で一応1日30粒くらい目安、30粒なので朝昼晩とか10粒ずつとかね自分が飲みやすいように全然分けて飲んでいただいたらいいかなと思います。で1袋1万800円ですので、よかったらお役立てください。一応入ってるものはフラクトオリゴ糖とか、揮発とか、生姜とか、はい、酪酸菌などが、ね、入ってるものになってます。ということで、まあ、夏もねビヨン活おすすめですよということで、はい、お話ししておきます。はい、他にもあのミネラル分取りたいよっていう方にはですね、塩が入った浄化青汁ですとか、 塩青汁とか呼んでますけど、はい、あと水流とか検査とかね、ミネラルがいっぱい取れるような商品もありますので、商品気になる方は概要欄に、ね、飛んでぜひぜひ見てみてください。で近くにお店さんないかなって探したい方も概要欄にですねお店さんの情報載ってますので、ぜひぜひご覧ください。そしてあの夏の体調不良にね、やっぱり結構体験談でも聞くのが、ビヨン活飲んでるとクーラーの部屋にいると寒くて、あの手足が冷えてたのがクーラーの部屋でも大丈夫ですっていう体験談をねいただいてたりもするので、よかったらね皆さんも一度試していただけるとありがたいです。そしてまあね、生姜とか本当体をね温めるものを食べたり、冷たいものを、ね、飲みすぎちゃった時ちょっとね常温の飲み物を飲んでみたりとかですね、体を冷やさない、夏こそ体を冷やさないように、はい、気をつけて楽しく夏を乗り切っていただければと思います。ということで今日も最後までありがとうございました。夏を楽しみましょう。はい、この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？ここからはまなちゃんからの追伸です。体の栄養は毎日必要です。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。6ヶ月続けるだけ、一生の友としてお付き合いください。オフィスはあなたの健康を全力でサポートしてます。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。続けてみましょう。なんとかなる、なんとかなる、そして